5月30日午前中の取引を終えました。日経平均株価は大幅安しました。昨日からそうでありますが、イタリアの政情不安をめぐって世界的にリスクオフムードが漂っています。東京市場でもそれを受けて円が買われ債券が買われ株が売られるという典型的なリスクオフです。日経平均下げ幅400円であります。400円安の2万1958円ということで、4月中旬以来の2万2000円割れでありました。トピックスも昨日に比べて 28.50 ポイント下落し 1733.35 となりました。東証一部全体の9割近い1791銘柄が下落であります。上昇したのはわずか 11% 239にとどまっています。ほぼ全面安というのが今日の午前中の動きでありました。それではここまでの動きでありますが、まずドル円の5分足チャートをご覧いただきましょう。こちらであります。昨日の取引中なんとか109円台に乗せていたドル円ですが、取引終了後急速に円高進みまして108円台と、今日もおおむね午前中の取引時間帯では108円の60銭付近と109円割り込んで円高方向に触れています。このあたり株式市場でも相当なネガティブインパクトをもたらしたようであります。日経平均株価のチャートをご覧いただきたいと思います。日経平均を5分足でまずご覧いただきましょう。日経平均株価今日の動きですね。5分足チャートからご覧いただきます。日経5分足であります。昨日のところから大きく下っ離れて始まりました。底根横ばいというところでありまして、2万2000円挟んでの攻防となっています。下落幅昨日のところから比べますと400円安であります。イタリアで組閣ができないということで、イタリア政情不安ということでイタリア株が昨日 2.5% 安、同じヨーロッパのイギリスもドイツも 1% を超える下げであります。そしてヨーロッパ株のボラティリティを示すビストック指数というのが昨日で22ポイント、ビストック22ポイントであります。これがアメリカにも跳ね返りました。アメリカニューヨークダウが400ドル近い下落、そしてビックス指数も一気に跳ね上がって、こちら17ポイント台と、高いところで17ポイント台であります。プラス3ポイント、ビックス3ポイントというのはかなりの跳ねであります。東京市場もボラティリティが高まり、安全資産、債券ですとか円といったところに資金が逃避しました。対して株価は下落というのが午前中の動きであります。こうしたところを象徴するのが今日の銀行株売り叩かれています。8306三菱 UFJ フィナンシャルグループであります。窓を開けて大きく下の方向に離れて、じわ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 とではありますが下げ幅を拡大するような動きで午前の取引を終えました。前引け時点で 3.6% を超える下落でありました。日本の国債が買われているということでありまして、金利が低下しています。昨日からでありますけれども 0.02% 台ということであります。金利が低下しますと銀行利ざやで稼げなくなるということで、銀行株今日売り叩かれています。日足で三菱 UFJ を見るとこのように窓を開けて下っ離れて安いところで658円と年初来の安値を更新しました。買われている銘柄というのは東証一部ほとんどありませんけども、ポジティブな材料が出ているところには買いが集まっています。例えば大きい銘柄では7974任天堂です。東証一部ほぼ総崩れの中この銘柄に買いが集中しています。これは日足チャートですが、資金を集めて大きめの陽線を立てています。こちらは多くの銘柄に比べて逆行高、前引けの段階で 3.1% の上昇でありました。任天堂については一つ材料が出ていまして、ポケモンの新作を任天堂スイッチ向けに発表すると、投入するということが発表されました。それを受けてこのように朝方マイナス圏で始まったもののプラス転換、上値を追って終えたというのが午前中の動きであります。東京市場一部の銘柄にはかろうじて資金流入上昇していますが、多くの銘柄は下落ということで典型的なリスクオフムードとなりました。以上、前引けの模様東証アローズからお伝えしました。